お疲れ様です。吉田さん。世の中、仕事がいっぱいありますね。ほっといてもこうやったフリーペーパーが私のポストに入っております。ホームヘルパー1300円から1600円。業務スタッフ募集20万円から月給40万。レストラン接客係970円から1100円。オープニングスタッフ27万から45万。ねどうですかね。こんなにたくさん仕事があるのに。 お金がない、お金がないって言ってる人もいるんですよね。シンプルにお金がなかったら、こうやってね、人のニーズを満たす。うちは社員が少なくて、業務が回んないから、頼むからちょっと手伝いに来てくださいと、月給は出しますからっていうふうにね、広告、掲載費までかけて人を募集してるんですよ。はい。まあ、こういったことがありますしね、それから雇われたくない方は、 自分でビジネスをする方法もあるわけですよ。例えば今のフリーペーパーね。このフリーペーパーに載っている会社に連絡して、うちの方でオタクの社員を連れてきますから、一人社員を紹介したらインセンティブくれませんかみたいなことで交渉して自分のビジネスを作っていくっていう方法もあるわけですよね。まあ、やることいろいろありますよね。うん。まあ何もしないのも人生ですかね。 何もしない、そんな5月4日を私も今日送るかもしれないですね草なき5万円いいっすねこれはねいつでもできそうですよねうん確かにね最近ねうちの庭に剪定してもらったんですよこれがね近所の方が去年もやってくれたんですけども何の約束もしてないのにいきなりやってあげるよって言ってねただでやってあげるよって言ってからやってきてねすごく綺麗にしてくれたんですよ雑草まで隅々まで抜いてねむちゃくちゃ綺麗です ただでやってくれるんですよ。でもさすがにただでやってあげるって言うから、何も恩返ししないじゃね。あれですからね。まあ、今年もなんか2万円分くらいのね。商品券持ってあのお礼に行こうかなと思いますよね。やっぱり庭の剪定するのに機材が必要になったりとかね。それからなんかそのサンダーとかねいるようになっちゃいますから、部品が消耗すると思うんですよ。そういった意味を込めて、うちの庭で色々やった結果必要な。 なんか道具もできたでしょうからこれで買ってくださいみたいなね、うん、まあでも本人の方からしたらねご本人からしたら町中の一戸建てをこうね順番にこう選定してまるで自分がこの町の,あの美化を守ってるみたいなんだって気持ちでやりがいがあるんでしょうね。うん、でやらしてくれるところばかりじゃないと思いますんでやらしてくれるところ、まあ、つまり自分が活躍する場所を与えてくれる人に、うん、特に何か要求するものはないってことなんですよね。 あのほんと空き家もね出てきましたしね空き家になると一だ建てってものすごい草がうっそうと茂ってほんとに汚いんですよだから選定される方の存在貴重ですねまあ何日もまだまだお互いやれることありますから頑張っていきましょう困りまんな